はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストセンターオブジアス続きやっていきたいと思います。前回ね、ここの狭間の現状かな、キングレオを倒した先、こいつか。まさかここまで来るとはね、生きてたんか。狭間の世界に来てもなお希望を捨てないとは。やはり人間の考えることは私には理解はできん。だが一つだけはっきりしていることがあるぞ。それはここまで来てしまった以上、貴様らにはね、一つ希望は残っていないということだ。もう何の慈悲も与えん。私の手で全て希望と共にお前らの命を奪い去ってやる。3回目だよ、この人。148、200。メラゾーマ。91歳。早いな。早いけど、見えなくはない。こっちの方がいいな。灼熱の方が100ダメージ出たもん。おっと、間違えた。指がずれた。180。ルエス強いね。206ダメージ。ドルクマ。まあ、回復しながら戦ってれば大丈夫ですよ。どこまでも邪魔するハイドモメ。進化の表の力を前にして抵抗する力を失うがいい。うわ。まあ、エビルプリスト的な。さあ、進化が始まったぞ。すべての生物が何億年かかっても成し得ない進化を私は一瞬で駆け抜けるのだ。覚悟はいいな。さあ、始めよう。妖術師って、嘘つけよ。なんか今おかしくなかった？ギガスラなんか2回出なかった今。危な。フバー派がないときつい。輝く息。124とか食らって、まあ進化するんでしょこれ。ついて困る。ついに来たぞ。進化の終了が、つまり究極の生物の誕生だ。はいはいはい。MP とか見えなくなったらやめて。はっはっは、これが究極の生物の姿だ。抗うすべもなくちびとなるかい。覚悟はいいな。さあ始めよう。ああ、関係ねえ関係ねえ。先これかな。怖いから。普通に食らわせてるからね。まあ、いける感じじゃない？魔法の聖水自分。回復すか、さすがに2回ね。賢者の石、灼熱でほら。124、188。頑張ればいけるね。
まあこれで300ダメージはいくから。瞑想とか変なんだけどね。妖術師で嘘つけ。あ、進化の表。まさか、人間ごときに、人間ごときが究極の生命を打ち破るというのか。進化の表は力を使い果たし、粉々に砕けちゃう。取ったよ、今。秘宝のかけら。ちょっと待って、これさ。2番目と3番目セーブして、これさ、なんかいつの間にか行けるようになったジエーベルあるじゃん。これで進化の秘宝を見せてくれとか言われたでしょ。ここはちょっと飛ばします。前聞いたんで。進化の表について情報ありましたか。何、表が砕けてしまったと。これはさすがに修復は無理でしょうな。となれば新たに見出すしかないでしょう。やっぱりなんか住んでる旅のもの、誰か錬金に長けたものをご存じないでしょうか。そのものと我が国の学者たちの知恵を合わせ進化の表を生み出すのです。要はね、来てもよかったんだね。だから先にこの倒す前のジエーベルね。だってこんなとこをいつ来れるようになったか分かんないもん。でもあれ進化の表じゃなくて進化の秘跡だもんね。旅の方、我が国に伝わる宝、進化の表はいかがですかな。はい。確かに美しいが、特別な力は感じないですと。やはり見る人には分かってしまいますか。旅の方は恥を忍んでお頼みします。実は進化の表が何者かに盗まれてしまったんです。今はこうして見た目を似せた、ただの宝石にごまかしていますが、つい先日も青い服の剣士に偽物だと気づかれてしまいました。このことは国の誰も知りません。しかしこのことが知られては国の一大事、一刻も早く本物を戻さなくてはなりません。どこに行ったのか心当たりもありませんが、あれは世界に一つの宝。どこかで見つかなければそれはすなわち我が国の宝なのです。旅の途中で見つけたらぜひ取り返してきてそう期待いただきたい。勝手なお願いですがよろしくお願いします。だからこれをまあ聞いた後で行けばよかったって話だよね。だから砕けたまで下り行ったでしょ。まあもう一回聞くけどさ、やっぱりあそこイベントあったのか。だってここバグで出たんかなってちょっと思ってたからさ、進めたらなんかね、勝手にイベント進んじゃってこの先のところ行けるようになっちゃうんかなとかさ勝手に想像してたのよ。いやそうでもなかったね。まあセーブして一回イベント見るっていうのもあったね。あれ話だけなんだ。だからこういつ来れるようになったかわかんない。ジェーベルなんてだってはぐれメタルのモンスター図鑑でしか知らなかったのに、いつの間にか行けるようになってたから。年金に長けたものってだってミニアでしょ。ミニアかマーニアでしょ。はい。あれ？年金に長けたもの？あれ？ってことは砂漠のオアシスのマーニャさん？
だってそれしかもうないよ。アルス、錬金したいの私に任せなさい。いや、ちょっと待て。イベントが進まない。錬金に長けたもの。あの先進めるようになってんのか、じゃあ。もしかして。だって錬金に長けたのさ、どう考えてもミネアとマーニアしか頭に浮かばないっすよ。まあ仲間集めもね、ぜひともしたいよね。ちょっと行ってみるね。あの先行けるようになってんのかな、じゃあ。まあ地球のへそを中心に。違うな。錬金に長けたもの？あ、わかった。これだ、エルフのとこ。さあね、妖術師倒したもんね。妖精の笛もらえるでしょ。妖術師を倒してくれたんですね。この世界に代表として感謝申し上げます。これで時空の歪みも徐々になくなるでしょう。あなたがお互いの世界を行き来することができるのもあとわずかかもしれませんね。悲しむことはありませんよ。本来の姿に戻るだけなのですから。あなたに妖精の恩の加護があらんこと。こっちだ。これだ。あなた、妖術師を倒してくれたんね。これで私たちも安心して暮らせるわ。そうそう、あなたにはお礼にこれをあげるわ。はいはい。この音色を奏でれば、ゴーレムなんか一発で眠らせることができるわ。よし。前回短かったっけ？そこまでやっちゃっていいか。ニルガド。これ勝手に使っていいのかな。うわ、いっぺんあんな。しかも吹けないし。ハッサンだね。ハッサンさんに渡さないとね。はいはい。あれ？妖精の笛。あのエルフに会うのかな。あ、待って。脱走後分かった、教えてくれ。いいだろ？な、うん。笛もらったけど、あそこで使えないね。ってことは、エルフが奏でるか。あなたが持ってるエルフの上では、それがあれば作戦の実行に移せます。さあ、話は後です。趣味が整ったら、教会の裏手に来てください。マジか。イベントが進みました。待ってて、先回りしてるし。エルフの使う魔法の笛を持ってきたんだって。サールス、こっちに来てくれ。それがあれば地上のゴーレムを倒すことができる。いよいよ俺たちの町を奪還する時が来たんだ。作戦を説明するぜ。まずはその笛でゴーレムを眠らせる。その役目は俺がやろう。他のみんなはこの通路から地上に出て町にいるモンスターを片付けてくれ。事前の調査じゃゴーレム以外は大して数もいないし、問題なく倒せるはずだ。俺はその間に眠ったゴーレムを破壊する。これで町は俺たちのものだ。笛でゴーレムが眠れなかったらどうするんだ？その時はその時だ。なんとかするさ。肝心なところが抜けてくれると大丈夫なのか？細かいことは気にするな。あれこれ考えるのは苦手なんだよ。さあ、あとは頼んだぜ。納金め。笛は借りていくぞ。じゃあ、笛が。ことを願って俺たちも行くか。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。まあこの続きすぐやるわ、ね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。